Inanna Maria is guiding people while showing us a vision. In other words, it is a kind of a magic trick using alien technology. I hereby introduce seven magic tricks by Inanna Maria that has been recorded among the magic tricks. The second story is the miracle of snow of Santa Maria Maggiore Cathedral, which is said to have been happened in 352 in Florence, Italy. Inanna は人間にビジョンを見せながら人間を誘導していました。言うなれば、エイリアンテクノロジーを使った手品ということになります。その手品の中でも記録が残っている7つの手品を紹介します。第2話は352年頃にあったとされるサンタマリア・マジョーレ大聖堂の雪の奇跡事件です。広瀬林、MMS City Japan、December the 26th, 2022Galapandal, where Lady of Galapandal appeared in 1961, the mountain of Amboto, where Inanna Maria is said to live, Lurudu, which is well known for Miracle of Lurudu, Lenuru Chateau of the Legend of the Holy Grail, and Vatican connected in one single straight line.In addition, Fatima, where the Miracle of the Sun incident occurred in 1917, is located 270 degrees west of Vatican, that is, just west. And, of course, even in Vatican, an incident called Miracle of the Snow occurred in 352 in theBeginning of its history. Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan. The Basilica di Santa Maria Maggiore, or Church of Santa Maria Maggiore, is a papal major basilica and theLargest Catholic Marian Church in Rome, Italy, from which sites it receives the appellation Major. At this cathedral, we can see a very mysterious painting with tens of UFOs in the sky, painted in the 15th century, they claim, by an Italian artist, Mezzolino da Panicale.Who painted such a mysterious painting in the 15th century? イタリアのローマにあるサンタ・マリア・マジョーレ大聖堂に奇妙な絵画があります。その絵画の中には何十個もの UFO が描かれています。イタリアの画家マゾリーノ・ダ・パニカーレの作ということになっていますが、本当にそうでしょうか？この動画の中では、この絵画の謎に迫ってみたいと思います。広し林、浜松シティ、ジャパン。皆さんをイタリアのローマにあるサンタマリア・マジョーレ大聖堂に案内します。マジョーレ、つまり最も偉大なという意味です。ここがそのサンタマリア・マジョーレ大聖堂です。メジャーという称号を持っているそうです。
この大聖堂にですね、大変奇妙な絵画が一枚所蔵されています。ローマの中でも最大級の大聖堂だそうです。マリア教会ということになりますね。で、これがその絵です。左が修復前です。右が修復後の絵ということになります。現在、右のような絵になっているというわけです。で、古い方の絵で、これから先、検証してみます。で、空には何十もの UFO が飛んでいます。これに対して、この物体はですね、パンであるとか、あるいは雪、雪であると説明されています。が、本当にそうでしょうか。これは誰が見ても UFO ですね。で、今までですね、私はこの絵画が所蔵されている教会はですね、ブルガリアのソフィアにあります、アレクサンドラ・ネフスキー大聖堂だと勘違いしておりました。ここで訂正します。正しくは、イタリア・ローマのサンタ・マリア・マジョーレ大聖堂です。ともかくも、その教会にこの絵画が残っているということです。ここでは少し違った角度からこの絵を検証してみます。左が修復前の絵です。右が修復後の絵です。ここでは修復前の絵を使って検証します。私はこのイエスと、そしてマグダラのマリア、イコール聖母マリアの乗っている物体はですね、透明カプセル型の UFO であると判断しています。透明カプセル型の UFO です。同じような透明カプセル型の UFO をあのレオナルド・ダ・ヴィンチが表現しています。ガンクスの聖母、ルーブル版です。この人物たちは透明カプセルの中にいて、かつ水中にいます。その形と大変よく似ているということですね。他にもいくつかの例があります。聖アンと聖母子の絵の中の奇妙な縦線に注意してください。この人物たちもやはり透明カプセルの中にいると私、林博士は判断しました。この縦線に注意してください。その外側が大変微妙な絵になっている点に注意してください。他にもこんな例があります。この絵もレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされています。この絵の中にも奇妙な2本のラインが走っているのがわかります。で、この絵全体はですね、ホログラフィックの様子を表したものだと私、林博士は判断しています。ここに奇妙なラインが走っているのがわかります。まあ、全体として筒になっているということですね。つまりカプセルになっているということです。で、その中にホノグラフィックテクノロジーを使って、マリアとイエスが表現されたということになります。その様子を表した絵ということになります。で、それを証明するかのように、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、スケッチ画の中にこんな奇妙なものも描いています。この左二つに注意してください。カプセルがしっかりと描いてあります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチはですね、カプセルをはっきりと意識していたということになります。で、左の岩窟の聖母子と比較してみてください。そして、その輪郭の表現の仕方がですね、まさにカプセルを通して見た輪郭ということになります。そして、ホログラフィーの方でもですね、やはり同じようなラインが表現されているということになります。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家、といっても、パペットアーティスト、つまり、操り人形芸術家でしたんですけども、1500年後のイエスは、このような高度なテクノロジーを使って絵を描いていたということになります。さらに検証を続けてみます。
左上がサンタマリア・マジョーレ大聖堂の絵です。そして下が最後の晩餐の絵です。で、その中央のイエスとその左側にいる、マグダラのマリアイコール聖母マリアと比較してみます。マグダラのマリアイコール聖母マリア、一人二役の女神でした。で、その表現の仕方がですね、色使いが、まあ同じと断言して良いかと思います。そして表現方法も酷似しています。手の形に注意してください。そしてイエスの顔も基本的には同じコンセプトで描かれています。そして左がマリアですね。やはり同じように表現されているということです。まあ、この2枚の絵をですね、別々の画家が描いたと考えるのは少し難しいのではないでしょうか。あるいはこのような色使いがですね、当時すでに定型化していたということになるのでしょうか。ともかくも酷似しています。皆さん自身の目で見てください。この衣服の、まあ、なってますか、ラインに注意してください。大変よく似ていると私、林博士は判断しました。で、これをどう考えたら良いかってことになるわけですよね。で、私はやはり左の絵もですね、1500年後のイエスの指導のもと、操り人形芸術家によって描かれたものと判断しています。で、もう一度見ていただきたいんですけども、マリアの方を今度は見ていただきます。節目と言いますかね。目を伏せている点などにも注意してください。そして、おでこですよね。にも注意してください。これも偶然の一致と言うべきなのか、それともすでにマリアの表現方法がですね、定型化していた。ということでも考えられます。しかし、右の絵が描かれたのはですね、ダヴィンチが生まれる前のことです。下は糸車の聖母ですけども、やはりこの額のところに奇妙なラインがあります。この額のところにあるラインは何かってことですね。一般にはレースと言われていますけども、このラインがですね、髪の毛の下にって言いますか、あるところから私はレースだとは思いません。まあ、ともかくもこのような奇妙な点でですね、一致しているということになります。もしレースならばですね、どこでこのレースを後ろで結んでいるかということになるわけです。結びようがありませんよね。まあ、ともかくもこの4者は酷似しているということになります。ですから、レオナルド、レオナルド、レオナルドってことになりますと、右上もレオナルド・ダ・ヴィンチの作ということになるのではないでしょうか、ということになります。さらに、サンタ・マリア・マジョーレ大聖堂の絵と、レオナルド・ダ・ヴィンチを直接つなぐ証拠が出てきました。左がサンタ・マリア・マジョーレ大聖堂の絵です。ここに奇妙な人物が描かれています。一応、法王ということになっているんだそうです。奇妙な帽子といいますか、まあ、長頭人間ですね。コーンヘッドの頭をしています。そして、右がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる、まあ、貴婦人と男というテーマの絵だそうです。この、今赤枠で囲ったのが、これが2000年前のイエス・キリスト自身の自画像と私、林博は判断しています。まあ、このような形で、レオナルド・ダ・ヴィンチなる芸術家を通してですね、1500年後のイエスが自らの肖像画を残したということになります。まあ、それともかく、その右の人物に注意してください。やはり、長頭人間、コーンヘッドであることがわかります。この赤枠で囲った人物です。奇妙な顔をしています。この顔を見てですね、婦人と考える方が無理なのではないでしょうか。中央がペルーのパラカスで見つかった長頭人間の頭蓋骨です。頭頂板が一枚でできている点から、この長頭人間はエイリアンということになります。人間の頭蓋骨とは違います。そして比べてみてください。骨格が大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる右の絵はですね、この絵は、つまり、長頭人間の、まあ、絵ということになります。
コーンヘッドマンってことになるわけですね。そして近づけてみますと輪郭も一致します。つまりこのような形で、コーンヘッドとレオナルド・ダ・ヴィンチが繋がるということになります。すなわち、この絵に描かれている2000年前のですね、イエス・キリストはコーンヘッドの指導を受けていたということになります。そしてその超等人間のエロンゲーティッドスカルの頭蓋骨と先ほどのサンタマリア・マッジョーレ大聖堂の絵の中に描かれている人物と照合しています。やはり大変よく似ているのがわかります。大きく、まあ、張ったと言いますかね、枝と言いますか、その顎の骨にも注意してください。そして、やはり近づけてみますと、輪郭が一致します。すなわち、これら三者はですね、まあ、同一人物、イコール、まあ、コーンヘッド、イコール、まあ、超等人間ということになります。このような形で、サンタ・マリア・マッジョーレ大聖堂の絵と、そして、レオナルド・ダ・ヴィンチがですね、中央のパラカスで見つかったコーンヘッドの頭蓋骨と返してですね、コーンヘッドの頭蓋骨を返して、このように返して、このように繋がるということです。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。で、結論ということになります。これがサンタマリア・マッジョーレ大聖堂の絵です。で、イタリアの画家、マドリーノ・ダ・パニカーレの作ということになっています。で、マドリーノ・ダ・パニカーレが亡くなって7年後にダ・ヴィンチが生まれたということになっています。となりますと、この両者の接点はないということになります。ともかくもこのような形で絵が一致しているということですね。そして、まあ、先ほども言いましたように、超等人間を介して、両者がまた繋がっているということになります。まあ、これをどう解釈したらよいかですけども、私はやはりこの左のこのサンタマリア・マッジョーレの絵もですね、1500年後のイエスがですね、キリストがですね、裏でまあこうした芸術家を操って描いていたのではないかというふうに考えています。まあ、ともかくも謎の絵ということになりますね。で、最後にもう一度皆さんに確認していただきたいんですけども、これが本当にパンなのか、あるいは教会が説明しているように雪なのかということですね。私にはどうしても UFO にしか見えないのです。では続く動画、古い動画ですけども、どうかご覧になってください。Bye for now.2014年の2月3日に発表した動画です。ナンバー678です。で、この左右の絵についてですね、当時はですね、ブルガリアのソフィアにありますアレクサンドラ・ネフスキー大聖堂の所蔵の絵というふうに紹介しましたけども、正しくはローマのサンタマリア・マッジョーレ大聖堂の絵ということになります。で、これはレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる解剖図ですけども、まあ、人間の骨格ではありませんね。頭の付け根からですね、肩にかけて、まあ、人間にはない腱が、まあ、三角形の形で伸びているのがわかります。まあ、そのこともちょっと頭に入れながら、続く動画をどうかご覧になってください。この時は間違えましてね、アレクサンドラ・ネフスキー大聖堂の絵というふうに判断して、まあ、何度もそのように紹介してしまいました。で、これがその絵なんですけどもね、修復前の絵です。で、この先ほど言いましたように、この空に浮かんでいるのがですね、パンであるとか、あるいはその正式のですね、いわゆる、まあ、サンタマリア、マッジョーレのですね、大聖堂の説明によれば、雪の奇跡というような書き方をしてますね。まあ、鳳凰がですね、地面をその擦ったら雪が湧き出たと。そういったことを
を、まあ、いうふうに説明してあります。まあ、どう見てもこれ雪というのは無理があるんじゃないでしょうかね。特にこの丸い、丸で囲んだね、この、まあ、パンでも雪でもいいんですけども、これをその雪だとか、パンだとかいう方が無理ではないでしょうか。で、私はですね、この白いものは何かということで、検証してみたんですけどもね。まあ、これイタリア在住の、研究者の方からですね、星座を書いていたと。で、それを後で塗りつぶしたというような、まあ、結論が出ているという話を、この発表した後に聞きました。まあ、とにかくこの左の修復前の人物を見ていただきたいんですけども、奇妙なんですね。で、上が修復前、下が修復後ですけども、かなり絵の様子が違っているのがわかります。で、この、まあ、いわゆる鳳凰のですね、顔にも注意していただきたいんですけども、修復後にはですね、右のような美しい、まあ、鳳凰に書き換えられているということですね。で、まあ、アレクサンドラ・ネフスキーですね、大聖堂の説明をこの時しましたけども、この絵そのものは繰り返しになりますけども、ローマのサンタマリア・マジョーレ大聖堂に、まあ、所蔵されているということです。で、これについてですね、星座が書かれていたんだけども、バチカンの命令によってリプロダクションされたというふうに、まあ、いわゆる白く塗りつぶされたというふうに、イタリアの研究者の方からいただきました。で、削除については、わざわざですね、ルービーに太陽光線を当て、その熱で削除された、ということだそうです。で、まあ、私は当初ですね、この白い部分に、まあ、イスラム教のモスクが描かれていたというふうに判断しました。で、このモスクじゃまずいよということで、まあこのように塗りつぶしたというふうに判断したわけですね。実際、この形とそっくりのモスクがですね、アレクサンドラ・ネフスキー大聖堂の近くで、にありましたのでね、まあそう判断したんですけども、それは間違いだったということになります。で、まあ少し戻りますけども、その前の日ですね、ダヴィンチはエイリアンをしていたという、まあ動画を作りました。まあこれが一つの、まあ、防戦と言いますか、ってことになるわけですけどもね。先の、鳳凰を検証する上においては、まあ、避けて通れない、まあ、事実であったということになります。まあ、それについてもこれから説明します。で、まあ、その、今のその、骨って言いますか、足の骨ですけどもね。まあ、日本のある有名な解剖学者の先生はですね、これは熊の足だというふうに、発表なさっておられますけども、熊の足ではありませんね。熊の足の骨格と照合してみましたが、爪は確かにそのような爪ですけども、あと全体に合いませんね。これはあくまでも言ってますか。見てお分かりのように人間の足ですね。ただ、つま先だけが人間ではないということです。これはダヴィンチの、レオナルド・ダヴィンチの描いたスケッチ画ということになります。この絵そのものもね、いわゆる 3D、まあ、いわゆる 2D ですね。いわゆるグラフィックソフトを使って描かれた、まあ、偽の肖像画ということになります。まあ、それはともかくも、まあ、この骨格図にちょっと注意していただきたいんですけども、人間の骨格であるようでないようでということになりますね。上がダヴィンチの残した骨格図ですね。下が実際の、まあ、人体模型における、まあ、骨格ということになります。そしてこのような奇妙な動物も、レオナルド・ダヴィンチは描き残しています。ここで注意していただきたいのはですね、みんな、へたーっとこう地面に張り付いたようにして、まあ、張っているという感じですね。まあ、おそらく私はですね、まあ、これ別のところで、まあ、発表しましたけども、エイリアンたちがですね、彼ら自身の惑星から連れ込んだ、まあ、エニマルではないかと判断しています。まあ、ですから、地球の重力に対してですね、まあ、このように、重力に対して、まあ、その、耐性がないと言いますかね、重力に耐えられなかったんじゃないのかなと思いますね。まあ、このような恐竜のような動物もやはり描かれていますね。つまり、地球上の動物ではないということです。そして同時に先ほど言いましたように、へたーっと地面にその、へばりついている感じがします。で、同じような範囲で考えますとね、この骨格の人物はですね、人間ではありませんね。特に肩甲骨の形が違いますね。人間の肩甲骨はこのように、まあ、三角形、まあ、やや長い三角形ですけども、三角形の肩甲骨ではありませんね。そして頭の付け根から、剣が走っていると、この剣の、
剣はですね、人間ではなくて、いわゆる、まあ、トカゲ独特の剣なんですね。で、頸椎が13椎あります。ですから、頸椎が細いですね。で、その細い頸椎を支えるために、剣がですね、このように、まあ、ついているということになります。人間の方はですね、頸椎は7椎です。左の方は13椎あります。まあ、つまりですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家を通してですね、1500年後にイエスは、まあ、このような、まあ、絵を描き残したということになります。まあ、人間ではないということです。で、いわゆる数えますと、ここで99ですからね、13対、左数えてみてください。13対あります。で、この、撫で方と言いますかね、異様な撫で方になるわけですね。当然ね、頭の下からの付け根から剣が走ってますからね。で、人間にはもちろんこんな剣はありませんが、まあ、ともかくもこうした剣が表現されているということです。まあ、これは人間ではないと、まあ、断言していいわけですね。しかし、これを人間の骨ではないと断言している人もいないというのもまたこれ、また不思議なんですね。で、これは、これについて先ほど言いましたように、熊の、足であるというふうに発表なさった、日本でも最も有名な解剖学者の先生ですけども、これは熊の足ではありませんね。断言します。まあ、このような爪をしているということですね。で、下が人間の足です。ですから、爪を除いて人間の足だということですね。まあ皆さん自身で判断していただければ結構ですけども、なぜこんなところに爪があるかということですけどもね。まあこのような爪がある人の、まあ人間ではありませんけどもね、まあ骨格をこのようにレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたということになります。まあこれを熊の足という方が無理なのではないでしょうか。According to the ancient tradition, during the night between 4th and 5th August in 352 AD, the wealthy Roman patrician Giovanni had a vision in his sleep of the Virgin Mary, who asked him to build a basilica dedicated to her where he would have found miraculous snow the following day.On that morning, Giovanni went and spoke to Pope Liberio, who admitted to have had the same vision. The snow was actually discovered on the nearby hill, and the basilica, which is now called Santa Maria Maggiore, was built on that place.352年8月4日と5日にかけて、ジョバーニという貴族が夢の中でビジョンを見ます。そしてその夢の中に聖母マリアが現れ、ジョバーニに教会堂を聖母マリアに捧げるようにと告げます。そしてその場所で、その翌日、聖母マリアはジョバーニに雪の奇跡を見るだろうと告げたと言われています。で、ジョバーニはリベリオ法王に告げると、法王も同じビジョンを見たことを認めたというのです。そしてその場所で、実際雪が降ったと言われ、繰り返します。その場所で実際雪が降ったと言われ、その場所に後にサンタマリア・デラ・ニーゼと呼ばれる教会堂が建てられました。現在、サンタマリア大聖堂と呼ばれている聖堂がそれです。ローマンカトリックにおいても最重要の大聖堂の一つとなっています。広し林浜祭りジャパン。352年8月に起きた雪の奇跡事件は本当に雪だったのかということになります。で、もう一枚の絵が残っています。
右の絵がその絵です。同じく、サンタ・マリア・マジョーレ大聖堂に残っている絵ですけども、この中に雪らしきものが表現されています。赤枠で囲ってみました。拡大してみます、まあ、このような形で8月という真夏にですね、このような雪が降ったというのですが、これは本当に雪なのかということなんですけども、同じくサンタ・マリア・マジョーレ大聖堂に残る絵の中にはですね、明らかに UFO と思われる物体が描かれています。この物体に注意してください。これは誰が見ても UFO です。今さら検証するまでもありません。で、この UFO とエンジェルヘアということになるわけですけども、 UFO が現れるとですね、このエンジェルヘアも現れるということはよく知られています。あのファティマの踊る太陽事件の時もそのエンジェルヘアが現れたと言われています。で、エンジェルヘアといえば、同じくイタリアフロレンスで現れたエンジェルヘア事件があります。まずその動画をご覧になってください。私林博士はエンジェルヘアが雪に間違えられたのではないかと考えています。Football match in Florence, Italy 1954. 60 years ago, a football match ground to a halt when unidentified flying objects were spotted above a stadium in Florence. Did aliens come to Earth? If not, what were they? 60年前の1954年の10月27日のことでした。イタリアのフロレンスの上空に UFO が現れ、サッカーの試合が中断されるという事件が起きました。エイリアンが地球へやってきたというのでしょうか。もしそうでないというのなら、彼らは一体何だったというのでしょうか。広志林浜松リージャパン。 It was the 27th of October 1954, a typically crisp autumn day in Tuscany.The mighty Fiorentina club was playing against its local rival Pistoiese. 10,000 fans were watching in the concrete bowl of the Stadio Artemi Franchi. But just after half-time the stadium fell eerily silent, then a roar went up from the crowd. The spectators were no longer watching the match, but were looking up at the sky, fingers pointing. The players stopped playing, the ball rolled to a standstill.One of the footballers on the pitch was Ardico Magnini. He was something of a legend at the club and had played for Italy at the 1954 World Cup. I remember everything from A to Z, he says. It was something that looked like an egg that was moving slowly. Everyone was looking up and also there was some glitter coming down from the sky, silver glitter. We were astonished, we had never seen anything like it before. We were absolutely shocked.Play was suspended because spectators saw something in the sky, according to the referee's match report. Among the crowd was Gigi Boni, a lifelong Fiorentina fan. I remember clearly seeing this incredible sight, he says. His description of multiple objects differs slightly from Magnini's. They were moving very fast and then they just stopped. It all lasted a couple of minutes.I would like to describe them as being like Cuban cigars. They just reminded me of Cuban cigars, in the way they looked. Boni has spent many years reliving that day in his mind. I think they were extraterrestrial. That's what I believe, and there's no other explanation I can give myself. Another of the players, Romolo Tucci, still sprightly in his 70s, agrees.In those years, everybody was talking about aliens, everybody was talking UFOs, and we had the experience. We saw them directly, for real. The incident at the stadium cannot simply be interpreted as mass hysteria. There were numerous UFO sightings in many towns across Tuscany that day and over the days that followed.
According to some eyewitness accounts, a ray of white light was seen in the sky coming from Prato, north of Florence. Another man who relishes the chance to speak about that day is Roberto Pinotti, the president of Italy's National UFO Center. He has written many books about UFOs, and his home in the center of Florence is stuffed full of alien memorabilia, posters of old Italian B-movies, framed newspaper articles and black and white photographs of blurry flying saucers. The players and the public were stunned seeing these objects above the stadium, Pinotti says. At the time, the newspapers spoke of aliens from Mars. Of course, now we know that is not so, but we may conclude that it was an intelligent phenomenon, a technological phenomenon, and a phenomenon that cannot be linked with anything we know on Earth. He's also intrigued by the material that fell from the sky, what Magnini describes as silver glitter. A wave of flying saucers over Italy, reported the Domenica del Corriere 3 years later, with thanks to the Fondazione Corriere della Sera for the use of material from their historic archives. It is a fact that at the same time the UFOs were seen over Florence, there was a strange, sticky substance falling from above. In English we call this angel hair, says Pinotti. The only problem is after a short period of time it disintegrates. As a 10-year-old boy he witnessed this phenomenon himself. I remember, in broad daylight, seeing the roofs of the houses in Florence covered in this white substance for 1 hour and, like snow, it just evaporated. No one knows what this strange substance has to do with UFOs. Variously described by witnesses as similar to cotton wool or cobwebs, the substance was hard to collect because it disintegrated on contact, but some people were determined to find out what it was. One of them was a journalist at the Florentine newspaper La Nazione, the late Giorgio Bedini. In 2003 he told an Italian television program, Voyager, how on that day he received hundreds of phone calls about the sightings. From the offices of La Nazione in the center of town, his own view of the sky was blocked by the cathedral, so he went up to the top of the newspaper's building to see what everyone was talking about. The 81-year-old recalled seeing shiny balls moving fast towards the dome of the cathedral. Bettini ventured out to investigate. He came across a wood outside the city that was covered in the white fluff. He gathered several samples by rolling them up on a matchstick, and took them to the Institute of Chemical Analysis at the University of Florence. When he got there he found that others had done the same. The lab, led by respected scientist Professor Giovanni Canerai, subjected the material to spectrographic analysis and concluded that it contained the elements boron, silicon, calcium and magnesium, and that it was not radioactive. Unfortunately, this did not provide any conclusive answers, and the material was destroyed in the process. Could it have come from a UFO? It's an absolutely silly idea. Science totally rejects this idea, says U.S. Air Force pilot-turned-astronomer James McGaha. From the Grasslands Observatory in southeastern Arizona, he has spent more than 40,000 hours staring at the night sky, not to mention the additional hours he's spent in the cockpit of U.S. fighter jets. You know, the whole UFO phenomenon is nothing but myth, magic and superstition, wrapped up in this idea that somehow aliens are coming here either to save us or destroy us, he says. In McGaha's view, the whole spectacle, angel hair and all, was nothing more than migrating spiders. When I looked at this case originally I thought perhaps it was a fireball, a very bright meteor breaking up in the atmosphere. They can be cigar-shaped with pieces breaking off. But it became fairly apparent that this was actually caused by young spiders spinning webs, very, very thin webs. The spiders use these webs as sails and they link together and you get a big glob of this stuff in the sky and the spiders ride on this to move between locations. They just fly on the wind and these things have been recorded at 14,000 feet above the ground. So, when the sunlight glistens off this, you get all kinds of visual effects. As some of this stuff breaks off and falls to the ground, this all seems magical, of course,
says McGaha. But I'm fairly confident that's what happened that day. This theory is backed up by the fact that September and October are the months when spiders in the Northern Hemisphere migrate, and spectacular spider migrations still make headlines today. But it hasn't convinced everyone. Of course I know about the migrating spiders hypothesis, it's pure nonsense. It's an old story and also a stupid story, says Pinotti. He disputes the spider theory because of the chemical analysis of the angel hair samples. Spider silk is a protein, an organic compound containing nitrogen, calcium, hydrogen and oxygen, not the elements reportedly found in the samples Bettini and others brought to the university. 60 years on, the chances of determining the cause of the incident are slim. I wouldn't trust any reports of an old and strange event like this unless I've seen the data, says science writer Philip Ball. He agrees that the elements said to have been observed in the angel hair don't seem to tally with the spider theory. Magnesium and calcium are fairly common elements in living bodies. Boron and silicon much less so. But if these were the main elements that the white fluff contained, it doesn't sound to me as though they'd come from spiders, he says. So it all remains a mystery. No matter what the scientists say, those who were there are convinced that what they saw was unlike anything on Earth. Rimolo Tucci just feels lucky to have been there. His eyes dance excitedly as he remembers that curious day. I was spellbound and I was also so happy. UFO 現象に伴ってエンゼルヘアが現れるという報告はローマ時代の昔からあります。そして聖母マリアがですね、人間の前に現れていわゆる人間を指導するという事件は過去においてもたびたびありました。最もよく知られている事件がですね、グアダルーペ事件というのがあります。そのグアダルーペ事件の時はですね、ファン・サンディエゴの前に聖母マリアが現れてですね、やはり同じように聖堂を作るようにという指示を与えています。つまり今ご覧いただいているのは、これは現在の、雪の奇跡事件を再現した祭りということになりますが、雪ではなくて実は UFO 現象に伴うエンゼルヘアであると解釈すると、その謎も解けるということになります。はっきり言えば352年の8月という
夏の日に起きた雪の奇跡事件なるものは、言うなれば聖母マリアの手品の一つであったということになるのではないでしょうか。 Bye for now.